こんにちは、富永愛です。今回は Vogue Japan が、普段の私のルーティーンを見せてほしいということで特別に紹介します。食事は口に入れるもので私たちの体って作られてるじゃないですか。だから美容法も同じで、やっぱり口にするものによってお肌も変わるし体も変わるっていう考え方からですね。まあ、だいたい朝ごはんっていつも決まってて、まず豆乳ヨーグルト、まあ、大さじ3杯ぐらい、ヘンプシードを入れて、ナツメエキスかマヌカハニーを気分によって変えてるんですけど、小さじ1杯ぐらい入れて、ブルーベリーとキウイも切ったり丸ごとそのまま半分に切ってスプーンで食べたりとかで、オールブラウン、食物繊維をもう少し取りたいなって思って、食物繊維は腸活にもすごく役立つので、これだけです。朝ごはんは、まあ、朝忙しいし、いろんなものを試してきて一番自分の体に合ってるものを変えるつもりもない。これが一番ベスト。スキンケアっていうのは結構いろんなことがあると思うんですけど、まあ、どのプロセスにおいても肌にこうきちんと染み込むっていうことを、まあ、重点に置いているんですよね。例えば化粧水塗ってその後すぐに美容液を塗るっていうことじゃなくて、染み込んだ、ちゃんと染み込んだ後に次のプロセスに移る、全ての工程で。そう、普段あまりメイクはしないんですね。まあ、眉毛描いて、リップ塗って出かけるっていうことのが多いんですけど、まあ、素肌感を残すっていうのを大事にしてます。隠すっていうよりも、光で飛ばすみたいな、隠しすぎないっていうところを気をつけてますね。シワっていうのも人の人生だと思う。シワのこととかも気にせずに、笑うっていう。モデルの仕事にとってもそうなんですけど、体幹ってすごく重要なんですよね。で、トレーニングするときは体幹とヒップを重要視してトレーニングするようにしてます。まあ、なんで体幹が必要かっていうと、自分がやりたいようなポーズもできない、で自分がやりたいようなモデルのウォーキングもできないので、体幹を鍛えておくのが基本的なことだと思ってます。肩甲骨のあたりにバランスボールを置いて、ちょっと寄っかかるぐらいの感じで、両足肩幅ちょっと広いスタンスで、これスクワットなんですけど、ここからまあ、バランスボールを背中にこう転がしながら降りていって、ちょうどここ平行に、床と平行になるぐらいの感じのところで止めて上がっていく。で、上がった時に、お尻をキュッと締める、内転筋を使ってもう一回下ろす。まあ、これ10回ぐらいで。まあ、なんでバランスボール背中にやってるかっていうと、膝がつま先より前に出ると膝に負担がかかっちゃうんですよね。だからこうやってやることによって膝が前に出にくいのと、より負荷が太ももの後ろ側とお尻にかかりやすい。だから30代ぐらいからやっぱり自分の体と向き合い始めるんだと思うんです。私もそうだったんですけど、やっぱり好きなような生活をしてたらそれなりの体になってしまうし、よりだから20代の時よりも、まあ、30代の今の方がより考えるようにはなってます、ね、自分の体のこと。 1,2 ページでも毎日は読んでるかもしれない。やっぱり本の中の世界ってまた現実の世界とは全然違うものなので、そういったものにこう触れて気持ちをリセットするっていうのはすごく好きですね。私はお風呂に入ってる時に読むのが一番好きなんですけど、まあ、そういった自分の中でのリラックスタイムを作るようにはしてます。これは私がランウェイに出る前に、本当に毎回やるイメージトレーニングなんですけど、目を閉じてこの真っ暗の視界の中でこう水面のこう
水滴が落ちたら水面にこう波紋が広がっていくじゃないですか。それの逆バージョン、その波紋が真ん中にどんどんこう集まっていって最後一つの白い点になるっていう、そのイメージトレーニングを必ずランウェイに出る前にやります。なんかやっぱりこう人っていろんな外的要素から影響を受けるじゃないですか、まあ、ランウェイって一発勝負なんですけど、やっぱりそこを失敗しないように私たちはいろんなことを積み重ねていってるんですが、まあ後できっとあんなことがあったからあんまりいいウォーキングができなかったとか、まあ、後悔したくないっていうのが一番あるんですけど、自分の毎回ルーティンを作ってよりこう成功に導いていくっていう、続かなかったこととかできなかったことはいっぱいあると思います。だから今残ってるものが自分の好きなことだし、やることによって結果が出ると思ってることだから続けられてます。まあ、美は人それぞれですよね。多様な美が今打ち出しされているからこそ、人それぞれの個性がすごく大事なんだって言うんだけれど、じゃあ私の個性は何なのかって考えるとものすごく難しくなっちゃうんですよね。じゃあ個性がなきゃいけないのかって言ったら、私は別にそうでもないと思うし、まあ、あるがままで私はいいと思います。今回は私のビューティールーティーンを見てくださってありがとうございます。ぜひ VOGUE JAPAN の他のビデオも見てみてください。では、富永愛でした。